マイマイガは、毒ガ科に分類されるガの一種である。森林害虫としてよく知られる。北アフリカ、ヨーロッパ、アジア、北アメリカ東部に広く分布するハンアリ種である。北アメリカの分布は、人為的な移入による。世界の侵略的外来種はアースト100選定種であるが、北、アメリカを除く、北半球温帯域のほとんどが、もともと分布していた地域である。 地域により多数の亜種に分類され、日本産種も4の5亜種に細分化される。ヨーロッパ産亜種とアジア産亜種は別種として扱うべきといった学説もある。日本産種のミトコンドリア DNA の分子系統解析では、石狩定地帯を境に、本州型と北海道型に分けられる。 これらは2%の塩基配列が異なっており、約100万年前に分岐したと見られている。石狩定地では、子供のうちオスが死滅死滅のみ生存する、オス殺しという現象が起こるメスがいる。ほとんどのタッュでは、卵の細胞質に潜伏する細菌が原因であるが、本種では分岐した異なる系統の接触による遺伝的な原因である。成虫は、 性的二なりが顕著で、オスは茶褐色、メスは白い色をしている。大きさも異なりオスは、体長2 0ト、mm、ルから5 0ト、mm、ル程度、メスは5 0ト、mm、ルから、大きな個体では1 0 0、mm、トルほどにもなる。学名の種小名ディスパーは、本種の、この特徴に由来し、ペアになっていない、といった意味がある。幼虫幼虫は、典型的な毛虫で、 頭部には一体の縦長の黒縁があり、目玉のように見える。背面には目立つ二列の点が並ぶ。この点の色は個体にもよるが、頭寄りの五体のみを、それ以降の六体は赤くなるものが多い。成長すると、体長六十ミリメートルほどになり、糸を吐いて、木からぶら下がっている様子から、別名ブランコケムシと呼ばれており、風に吹かれるなどしてこの状態でかなり広域を、 移動できる。特徴的な縦長の黒縁幼虫には1、霊幼虫にのみ毒身毛があり触れると皮膚炎を引き起こす。卵、二霊以降の幼虫、眉、成虫には毒身毛はない。修霊幼虫他の毒画家と同様、卵は一箇所にまとまって産みつけられ、表面にはメスの輪毛が塗られ保護される。幼虫は、 春から初夏にかけて出現し、まず産みつけられた場所からここに散らばる。本種は孵化直後から糸が吐け、生まれた場所からその糸でぶら下がって、風に乗って移動する。幼虫は、およそ知られる限りほぼすべての新葉樹、紅葉樹、草本の葉を食い尽くす、紅色性で知られ、調査結果にもよるが、本種の植害する、植物種は100から300種余りに及ぶ。 日本では、果樹や唐松の葉が、被害にあった場合問題視されることが、多いようである。基本的に孤独性であり、大発生などで、必然的に密集せざるを得ない場合を除き、集団化しない。また夜行性であり、主に、昼は、歯の裏でじっとしている。大きくなると、桜や柿などの木の根元付近や、樹皮の裂け目に潜み有黒樹に登る。 樹木の根元付近の雑草を取り除き、明るくすると消滅し、天敵による捕食が考えられる。体には、拷毛がたくさんついていて、刺されると少し痛いが、一例幼虫でない限り、毒はない。成熟するとこの葉などを、身の周りに、糸で引き寄せ、眉らしきものを構成し、溶化する。個体や、生育環境によっては、丸裸のまま溶化する場合もある。 7月から8月に駆け浮かする。オス成虫は活動的で、日中は森の中を活発に飛び回る。和名のマイマイガはオスのこの性質に由来していると言われる。対照的にメスは木の幹などに止まってじっとしており、ほとんど飛ぶことはない。交尾後に産卵を終えると成虫は死に卵で越冬する。2007年7月のペンシルベニア州における 大発生で食害された様子を示す航空写真丘の上にかすかに見られる緑はこの写真が撮られる以前に食害され再び芽吹いた部分約10年周期で大発生を繰り返す性質がありその際に凄まじい個体数と旺盛な食欲であらゆる草花樹木の葉を食い尽くすので森林害虫として非常に有名であるなお 大発生する仕組みはよくわかっていない。もともと分布していた地域には、寄生鉢や病原菌、ウイルスといった点滴がいるため、こうした大発生が起きても自然に収まるが、その仕組みもまた半然としていない。具体的には、ウイルスや病原菌に寄生された幼虫が大量死して、大発生が収まるのだが、予防や駆除のため人為的にこうしたウイルスや病原菌を、 散布しても、平時の本種個体数が激減することはなく、大発生を収めることも、ままならないからである。またヨーロッパから移入された北、アメリカには、こうした天敵がいないため、いつまでも、大発生が収まらず、しばしば巨大な規模に発展する。北、アメリカで本種が大発生した際は、ヘリコプターから殺虫剤や天敵ウイルスを、 散布するなど大規模な駆除作が取られるが、それでも連なる山々のすべての木々が丸坊主にされるなど、凄まじい規模に達するので、ひとたび大発生するとどう手を尽くしても焼け石に水のようである。北、アメリカへは1857年から1882年までマサチューセッツ州メドフォードに住んだフランス人自然史家エティエン・レオポールとルーベロが移入した。 当時アメリカでは養蚕が奨励されており、彼はメドフォードで詳しか食べず、病害に対して脆弱なカイコに代わり、アメリカ大陸産のアメリカクスサニア、ヨーロッパから移入したマイマイガの飼育実験を行っていた。当時、マイマイガはカイコガボンビックス森と同じカイコガ属のボンビックス、ディスパーに分類する古い分類が残っており、彼はカイコガを種類を厭わない。 公職生でなおかつ数々の病害に対し、抵抗性を示す、マイマイガで、品種改良できると考えた可能性もある。危険に気づいた、脂質学者ナサニエル・エス・シェーラーの要請に応じ、トルーベロは、マイマイガを処分したとされる。しかし、管理の不備からその前の1868年か1869年に、野外に移出し、現在に至っている。 現在アメリカでは星ムクドリと共に最も忌み嫌われるヨーロッパ大陸からの移入生物に数えられており安易な生物の人移入が環境にいかなる負荷をかける結果になるかを如実に示す恒例となっている日本でも定期的に大量発生して対策に追われた歴史が残されておりでは1882年に栃木県で補殺やかがり火を使った優殺が 1883年には北海道で硫黄訓状による駆除が行われている。近年では2003年に北海道で大量発生し2009年5月には岩手県で本種が大発生している。関西でも1971年に京都、滋賀、和歌山で1993年頃には大阪府の瀬町で2013年には 奈良県伊駒市と大阪府方野市の府県境付近で大量発生した。2014年には、飛騨、宮川中流域、長野県長野市、山形県米沢市、岩手県市和町、滋賀県北部の山地などで大発生している。なお、一例幼虫には毒針毛があるため、マイマイガが大発生し風の飛散によって、広範囲に毛虫皮膚炎が発生した例がある。 日本産が類標準図鑑にエビー夏秋・ナツアキ、U、ドクター・ナツアキの臨床図鑑中と皮膚炎学研プラス、2013年、15ページ。3M 研究会、林業薬剤の知識30ページ昭和54年12月20日間、ケムシ、謎の大発生薬剤散布も追いつかずいこま、片野市堺産経新聞2013年6月1日。ありがとうございます。